ここからね、分岐なんで右に曲がります。楽しすぎてよだれが出てくるよ。おお、着いた着いた。時間11時40分到着。おはようございます。おはようございます。新地登山部です。今日は三重県松阪市加波田イレブンに登ります。でね、登る山なんですけど、見えてるかな。はい、多分あれやと思うんですけど、迷いだけに登ります。登りがね、飯盛山コース、はい、で、下りが原谷コースです。はい、で、降りていきます。今日一日楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。行きます。ご安全に行きましょう。はい、はい、はい、ということで加波田イレブン迷い岳スタートしました。このコースは上級コースとなってまして、はい、ちょっとね、初心者の方にはおすすめできないんですけど、ね、今日一日その上級コースっていうのをね、楽しんで体をね、痛めつけていきたいと思います。めっちゃ笑ってる。意外と優しかったりして、そんなことない。はい、そんなことないってマサさんが言ってるんで、ハードなんだと思います。はい、ということでね、安全に登っていきたいと思います。はい、登山口をスタートしてちょうど10分が経ちました。でね、看板がここに出てくるんですけど、これを見落とさないようにしてくださいとのことです。ここからね、分岐なんで右に曲がります。目印もあるんでね、ここから急登が1時間ぐらいあるとかないとか、なんかそんな話を聞いてますね。最初から急なんですけど、ゆっくり登っていきましょう。看板を右に曲がってからいきなり急登です。うわ、これを1時間行くの。あ、なんか漏れちゃった。まあ、ミワさんがサクッと登ったよ。サクッとじゃないやろ。聞いてみるよ本人に。で、サクッとって言うんやろ。言うよね。さあ、じゃあ行ってきます。はい、ありがとうございます。じゃあまた上で会いましょう。はい、いやー、見てこれこれ。真上真上。すごい、はい、すごいとこ登ってますよ。こんなところを登っております。楽しすぎてよだれが出てくるよ。よいしょよいしょ。あ、とりあえず難関クリア。8時48分、はい、急登が終わりました。はい、尾根に到着です。お、風が通って気持ちがいい。あ、尺投げミッケ、はい、あ、まだ上りが。ここから20分かけて、何だっけ、北見、飯盛山北見、はい、覚えれません。飯盛山北峰にここから20分かけて進みます。はい、どうしてもマサさんがね、鼻を見たいということで尺投げ見に行きます。あれ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 、ちょっと終わっちゃってるねこれ。うん、この尺投げのところにテープが貼ってあって、飯盛の頭って読めばいいんかな、なんかそんな感じでテープが、目印がついてます。標高を上げて残ってる花を探しましょう。え、これ何、手使うの、手、いやいやいや、ちょっと待って、もう手使うの。いや、ロックもしながら行けますよ。
両手を使って行ってください。四つん這いで。顔に出とるもん。無理って。はい、これから先は危険なコースになるんで、はい、3点指示で登っていきましょう。はい、あの危険ポイントに近づいたらカメラの方もねちょっと片付けてこっち側で撮影したいと思います。これはすごい遊園地。遊園地跡やな。へえ。あそこの手前の橋見えとる。橋の手前が駐車場、うんうん、そうやったね。あのめっちゃねここ景色いいんすけど下ね断崖絶壁。もういっそのことこうした方がいいかな。めっちゃ怖い。ちょっと出なくていいような。うん、いいね、うん、あ、続いてここですね、登るの。続いての岩場。はい、楽しみましょう。ほんとこれ急だね。うん、よっこいしょ。昨日の栗の木もまあまあ大変やったけど、うん、こっちもよいしょ、こっちもこっちで大変っすわ。あ、でもこっちの方が道がしっかりしとんね。道しっかりしとるよ。うん、点線やけど。よっ、おお、ロープが出てきた。登るんすかここ。登る。はいはい、結構ね急な登りなんでしっかりと掴めるとこ掴んでね落ちないように登りましょう。よっこいしょ。よっ、どこでしょ。頑張れ。ガスで手入りきらんな。残念。9時18分1時間30分だね。はい、着いたかな。着きました。飯盛山た、え、北峰ど、お、はい、ここね飯盛山北峰809メートル到着です。いや楽しい、うん、めっちゃ今んとこ面白かった、うん、あ、マサさんがニヤってするのがわかる。わかる。いや嫌いじゃないよ、うん、ゆっくり行けば全然、うん、なあ、道もあのしっかりねはっきりしとるしね、うん、登山道自体もいやらしいわけじゃないの。あの滑りやすいとかっていうのもない。そうない。うん、であとはしっかり掴んで、自己確認、うん、うん、して登れば楽しい登山道です。下りはあかんけどな、うん、下りは結構事故が起こっとんのかな、うん、あ、そうな。登ってほしいな。結構、うん、怪我してるしな、うん、上りで使ってもらってね、うん、違うルートで降りてもらうっていうのがいいかもしれないね。はい、っていう初めて登る人がそんなこと言っております。まあね、ベテランさんたちが常に登りやな、はい、登りやなここは、うん、がおすすめだそうです。はい、それじゃあね今から飯盛山、時間としてはね35分ぐらいで行けるみたいです。今が9時22分なんで、ちょうど10時ぐらいねに飯盛山着く予定です。行きましょう。よいしょ。はあ、はあ、俺に出ました。なんかここ雰囲気いいな。うん、登った登った飯盛山が、あれ、あれ、あ、そうかな、もうちょっとか。
白ヤシオが咲いてる。久しぶりや。おお、めっちゃ咲いとる。あっち何あれ、上は咲いとる。うん、めちゃくちゃ咲いとるやん。上は届かなかった。うん、でも気づいたのはよかった。よかったよかった。白ヤシオが見えました。見れました。シャークナゲすげえ、たくさん咲いてますよ。飯盛、飯盛山山頂です。あ、ちょうど10時だ。予定通りで、よいしょ。あ、着きましたね。はい、飯盛山山頂到着です。標高が930メートル。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お菓子タイム。飯盛山屋でご飯も盛り盛り山、そうそう、飯盛り山屋、うん、食べやなあかんねん。とりあえずこんな感じで盛り盛り。そう、宮田もそこ入れてくるのせっかく綺麗に並んどったのに私もとりあえず見えろ。はい、お菓子ももりもりに食べたんで、飯盛山だからはい、食べたんで、今からね1時間半かけて迷いだけ、あ、その前に分岐やね。はい、唐谷分岐まで40分、約40分。今10時10分なんで11時前ぐらいかなには着く予定です。はい、じゃあね、頑張って進みましょう。あれ、なかなか降りるんね。降りて登って降りて登ってですか。で、標高を 100m 上げると。カモシカだ。でもお尻しか見えない。ちょっと待って、カモシカ、すげえ。あ、か、あ、いた。下降りてった、下降りてった。うん、今降りてった。見えやん、撮れやんだな。俺映ったかもよ。見えた。うん、ちょっとここの真ん中、うんうん、ある。ズームすればなんとか。カモシカ、俺こっちで初めて見た。ありがとう。めっちゃ怖い。怖い通るけどな。でもすごい写真撮れてる。うん、これなんとかいけるんちゃう。今ね、ここにカモシカさんがいたんすよ。映ったとは思うけど。赤ヤシオに白ヤシオに岩鏡、シャクナゲ、アセビもあった。今5種類こんな感じかな。はい、たくさんね花が見れております。俺が気づいてないだけで、後ろの人たちはもっと見てるかもしれません。はい、とにかくね花に、囲まれた山です。楽しいです。あ、ツツジさん入れてなかったね。はい、ツツジも咲いてますよ。さっきまで白ヤシオ咲いてるのあったんですけど、これ葉っぱの先が赤いのが特徴で、あと5枚、はい、葉っぱが5枚です。これ全然ね花ないっすね。今から咲くんかと思います。はい、10時43分もしかしたら着いたかな。よいしょ、疲れたんです。あ、ここやね。ここ唐谷分岐到着です。着きました。いやいやいや
帰りはこちらから。あ、こっち降りてくの。帰りはなさ、あれ唐谷林道という方に行くんだ、うん、はい、とりあえず到着しました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。唐谷分岐の尺投げ、まだねこんな感じなんですよ。なんでね今から見頃になるんじゃないかな。ほらいっぱい咲いてます。まだつぼみもたくさん。はい、おすすめですよ。山頂、今から山頂、山頂目指して、はい、こっちですね。はい、じゃあ唐谷分岐を10時50分にスタートしました。迷い岳まで約40分で到着予定です。ただねここから急な登りがね続くらしいんですよ。はい、なんでねまあのんびり登っていきましょう。40分後、11時30分に山頂に到着予定です。ぼち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 行きます。これ今から今からやよ本当に。尺投げ、うん、いっぱいついとる。いやだいぶ登ってきたね。山頂あれかな、あの左側の、あとこれ最後かな、最後の急登。はいはい、ということで登りに登ってね、急登も登って最後あそこ山頂みたいですよ。はい、もう少しで迷い岳の山頂です。じゃあ、おお、着いた着いた。時間11時40分到着。はい、迷い岳山頂到着。イエーイ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。標高は1309メートルです。はい、昨日より高い。本当やね。もしかして一番最高になる？いや、まだ。あ、ヒノキ塚が待ってるか。じゃあ今のところはカットで。はい、ということで迷い岳到着です。それではぐるっと一周行きます。こっちが来た。はい。はい、それでは迷い岳山頂からの景色をどうぞ。山頂でした。お疲れ様でした。うん、よいしょ。12時22分。はい、迷いだけでした。ご飯も食べ終わって、今から下山します。はい、降り始めました。分岐までね、約40分ぐらいで着くかと思います。わあ、これでっかいな。やっぱり目立つな。ブナ、ブナ。ねえ。ちょっとマサさん、あそこにぶら下がってきて。なんだかんだ喋っとったら着きました。うん、53分、何分だ、30分ぐらいできたね。はい、ここ分岐到着です。はい、じゃあね、ちょうど時間が1時、あ、ドンピシャやね。はい、唐谷林道に向けて唐谷コース下っていきます。1時間半ぐらいで、林道に出る予定です。じゃあ
頑張っておりましょう。はい、唐谷コースの方なんですけど、この樹林帯の中をジグザグジグザグとつづらで降りてってます。でね、なかなかね、これわかるかな、急登なんですよ。はい、どっちのコース使っても急登なんですけど、まあ上りはね、向こうから、飯森コースから登って、下りをこっちで登る方が安全かつ楽しいと、はい、そんな回り方がいいんじゃないかなと思います。沢が出てきた。そしてめっちゃね、綺麗ここ。めっちゃなんか気持ちいいよ。さあ進もう進もう。なんかちょっとやばいとこ歩いとる気がするよ。おお、痩せてますね。よっ、つるっていきそうやな、うん、故障だね。え、どこ渡るんだい。ね、あそこに行かなきゃいけないから、この辺、こっちか。あ、ここにロープがあるわ。ここ渡るみたいです。よいしょ。これで大丈夫。こっち行けか。お、滑る。お、滑る。こんな感じだ。渡りました。おお、すごいね。うん。もっとさ、見えるとこあったよな。うん。滝。二段の滝みたいな感じだね。うん。これ三の滝やな。結構系だな。滑る。めっちゃ滑る。お父さんが行けやんっていう通り、やばいん、やばいね、これやばいね。こうかな。
これやな。よっ。お。おお。二の滝。すごいね、ここも。うん。うん、この勢いでまっすぐ行っちゃう人が。見落とさないよ。はい。らしいですよ。はい、この矢印見つけたら右に曲がってください。以前はなかったらしいです。こっちね。あれね、なんすかこれ。終わった。終わりました。林道です。そやな、ローラーブーブー。うん、わあ、ここいいね。唐谷分岐から1時間30分林道に出ました。結構かかっとる？やっぱり1時間半、ね。うん、まあでも途中遊んどるけどね。だいぶ遊んどるけど。はい、これからね1時間半ぐらいかけて林道をね駐車場まで。はい、ということで1時間30分かけて登山口まで林道を歩いて帰ります。うわ、でっかマムシ。立派に育ちますね。マムシさん、待ち坊やった。よいしょ。うわ、ミユネかな、ここ。多分ミユネ、八丁平やと思う。今日朝はここをずっと登って、んでこれが飯盛山の北峰かな。うん、ようこんなとこ登ったね。ほんでずっと行って飯盛山がこの奥らへんかなになると思います。ちょっと迷いは見えないですけど、はい、こんなとこ登ったみたいです。すごい。そしていい天気。うん、だって飯盛山飯盛コースがっつり。遊園地到着。遊園地、へえ。結構広いね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。迷いだけ登ってきました。だいたいね8時間ぐらいでぐるっと一周回ってきています。で、今回使ったコースは飯盛山コースを登ってって、帰りが唐谷コースで下山してきました。周回で使うとしたらこのコースがおすすめです。まあ理由としましては、やっぱりね飯盛山コースは結構ね急な登りなんですよ。崖みたいなところを登るんで、下りで使うと落ちてしまうような危険性がちょっとあるかなっていうふうに思ったんで、登りで使った方がいいかと思います。で、帰りはねやっぱ向こう側の方が歩きやすい。はい、何やった？唐谷コースの方がやっぱ樹林、植林、はい、植林された道なんで歩きやすいかなということで、向こうをね降りてった方がいいかと思います。ただやっぱり上級者コースなんで、どちらを歩くにしてもやっぱりね、慣れていないと難しいかなって思います。はい、かといろいろ言いましたけど、ぜひ遊びに来てみてください。はい、今回の動画は以上となります。今回の動画良かったなと思ったらグッドボタン、引き続きカハダイレブンの動画を見たいなって思われる方は下にある、チャンネル登録ボタンをポチッと押してください。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃ楽しかった。上級者コース面白いね。慣れてたら最高、うん。はい、お疲れ様でした。この後スメールで温泉入って帰ります。